高橋ゆずきは日本の企業家、実業家、経営者、女優でもある。岐阜県出身。本名は高橋ゆずき。おねあしや株式会社の CEO でもある。NHK 庁の連続テレビ小説、スズランで300人の中から選ばれ女優デビュー。TBS 系列、キッズボーさんでは、井上真央と戦う、いじめっ子役で注目を集め、 高校を入学すると同時に単身状況。当時、イエローキャブに所属。その後もドラマ、映画、舞台、グラビアなど芸能界で活動する。プライベートでは20代で結婚、出産、離婚を経験している。芸能活動と並行して海外ビジネスを行い、未来の可能性を秘めた活気あるアジアの魅力に惹かれ、オネアシア株式会社を設立。国際事業家として、 アジアビジネスに注力するとともに日本とアジアの橋渡しの役割を担い、海外を視野に入れて、事業展開を図る人たちへ、ベストなマッチングを行うため自身の情報やノウハウ、人脈を惜しむことなくシェアするセミナーや交流会の主催、コミュニティ運営なども行っている。セミナー講演数は年間100本以上。また再現性のある素晴らしいビジネスモデルやコンテンツを、 持つ人を世に広める、プロモーション事業もしている。二児の母でもありながら、女性経営者として、国内、アジアを飛び回るタフで、パワフルな生き方。最近では、日本の未来を背負う、子供たちへ、グローバル教育、経済教育、マネー教育、農業にも力を入れている。2019年9月に出版された初となる書籍、笑いながら稼ぐ女は、 アマゾン経済学ランキング1位を獲得している。たたすーたたす数たたすたたすありがとうございます。